飯田舞です。よろしくお願いします。寒い中お付き合いいただいてありがとうございます。あと私と井上優ちゃんね、今日のステージが終わるのでお時間許す限り聞いていっていただけたらなと思います。今日はなんかこんな格好だからすごい真面目に話しても伝わらない気がしてしょうがないけど普段はこんなのつけてないので今日だけのこんなの。ありがとう。あそこにいる金髪の篠太子ちゃん、普段は金髪じゃないですが今日はね仮装してきてる太子ちゃんにいただきまして、今日はデビルとして、デビルとしてじゃない、ちょっとだけ仮装して、お届けしたいなと思います。じゃあ早速1曲目からいってみたいと思いますが、今日はいつもは一人じゃなくて、パーカッションがいたり、時にはバンドだったりといろいろあるんですけれども、今日は一人なのでちょっとしっとりめにお届けしようかなと。ちょっとしっとりめにお届けしようかなと思います。では1曲目聴いてください。虚栄都市っていう、プレイステーション4のゲームの、挿入歌になっている曲をお届けしたいなと思います。電車が通り過ぎたらっていうタイトルみたいな感じになっちゃった。そんなタイトルの曲はありません。では電車が通り過ぎたので聴いてください。二人の空。全て受け止めて
ありがとうございます。聴いていただきました二人の空ということでした。改めまして皆さん、こんばんは。こんばんは。お、いいですね。寒いから声出したり両手を叩いたりしたら体が温まるんじゃないでしょうか。いかがですか。ありがとうございます。ありがとうございます。のせべたみたいなね。ありがとうございます。今日は一人なので皆さんの両手の力が必要です。カホンだけでも持ってきてくれたらよかったのにダメだった。なので皆さんの両手をお借りして、次はちょっとだけアップテンポの曲をお届けしたいなと思います。明日お仕事の人、お、ほとんどそうだよね。ありがとうございます。明日お仕事の皆さんが今日この時間が息抜きになって、また明日からも頑張っていけるように一曲、深呼吸という曲をお届けしたいなと思います。じゃあ手拍子の練習からいきますか。あんまりやったことないですが、皆さんの両手をお借りしたいなと思います。いくよ。いいですね、いいですね。体が温まるから、皆さん両手は肩より高く、あ、でも四十肩とかで痛い人は下に下ろしていただいて大丈夫です。ありがとうございます。では次の曲聴いてください。深呼吸。わ、ごめん、もうちょっとゆっくりしてもらっていい？ごめん、いくよ。今までは、レールの上をはみ出さず
がとうございます。初の試み、手拍子から始まるっていう曲ですね。ありがとうございます。深呼吸でした。私今2曲目今のありがとうございます。今日初めて飯田舞を見るという方いらっしゃいますか？ありがとうございます。はじめまして名前言えるぞ。ありがとうございます。本当に初めての方ももしかしたら一人ぐらいいらっしゃるかもしれないので、茅ヶ崎からやってきましたシンガーソングライターの飯田舞と申します。お名前だけでもね、今日は覚えて帰っていただけたら嬉しいです。では次の曲に行こうかな。寒いけど大丈夫ですか？みんな風邪ひかないでね。明日からお仕事頑張んなきゃいけないからね。じゃあどうしよっかな。ちょっと一曲カバー曲でもやろうかな。いっかあんまりね、今日そんなにカバー曲を用意してなくて、そうどうしようって思いながら来たの。じゃあよいしょ。ちょっと肌寒いのでね、冬の曲をやろうかな。久しぶりに歌うので、あ、そんなことないかな。よいしょ。タイトルはちょっとあったかく聞こえる、聞こえるのですが、切ないバラードをお届けしたいなと思います。聞いてください。クリームシチュー。何も言わず座る君、いつもと少し違って話し出すのが怖いから、キッチンから動けない。フランスパンの焼けた匂い、ごまかすように冷めてしまうから、すぐに分かってしまうよ君の気持ち、今日で最後にするから、腕の中で眠らせて。静かにドアを開けた君、眠ったふりをしたまま、振り返らない君の後ろ姿を見れなかっただけ。君がいないこの部屋に早く何も言えないのは分かっているけれど、
美味しく作れるようになってしまったよ。ありがとうございます。聞いていただきましたクリームシチューです。ということで楽しい時間はあっという間、次の曲で最後の曲になります。ありがとうございます。いいだめ、次のライブが11月の2日、祖師ヶ谷大蔵くれるしというところで、かばしまゆみちゃんで女の子とツーマンライブ、そして、11月11日、さっきちょこっと歌いましたが、かほちゃんっていうシンガーソングライターのホールワンマンライブのゲストで出させていただきます。そして、16日、同じ祖師ヶ谷大蔵くれるしで、五十嵐はるみちゃんっていうギターの女の子とツーマンライブがあったり、あとは、ここから一番近いのが、戸塚の駅前で、11月の17日、歌います。よかったら、遊びに来ていただけたら嬉しいです。そして、一番大事なのが、来年、2019年6月の23日、茅ヶ崎の市民文化会館でワンマンライブやります。ありがとうございます。もう強制的拍手みたいな感じになっておりますが、ありがとうございます。市民文化会館初のホールでライブがあるので、ぜひぜひ来年6月の23日手帳に書き入れていただけたら嬉しいです。ということで最後の曲はまた皆さんの両手をお借りして終わりにしたいなと思いますが、よろしいでしょうか。イエーイ、ありがとうございます。せっかく今日はハロウィンじゃないけどちょっとだけ仮装をしているので、トリックという曲で終わりにしたいなと思います。どうしよう、先に手拍子から始めるパターンだとまたちょっと早かったら止まっちゃうからな。あとはみんなのセンスに合わせて終わりにしたいと思います。そしてその後あちらの物販で私ボケっとしてるので声をかけに来ていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。では最後の曲聴いてください。トリック。君にだけ君にだけ秘密の話をしてあげるよ。世界中で一人だけだよ。口が裂けても言えないこの話、君にだけ君にだけ。トリックだらけのデジ涙。
にだけ、君にだけ、時は越えて届けたいよ、変わりたいと今思う。